ボルフガング・パーレンは、オーストリアに生まれ、主に、フランス、メキシコ、アメリカ合衆国で活躍した、画家、彫刻家、芸術哲学者。1930年代にアンドレ・ブルトンを中心と、するシュルレアリスムの運動に参加。濡れたキャンバスの表面を、ろうそくの煙でいぶすフュマージの技法を生み出した。第二次大戦勃発の前年に、フリーダガーロの招きに応じて、 メキシコに亡命。抽象表現主義の先駆けとなる芸術雑誌 DNY を創刊し、シュルレアリスムと決別。先住民の世界観や量子論に基づく芸術理論を展開し、画風も大きく変容した。1905年7月22日、ボルフガング・ローベルト・パーレンとしてウィーンに生まれた。ウィーン分離派の建築家。 オットー・バーグナーの設計によるパーレンの成果の入り口1873年にチェコのブルノに近い小村ブゼネツに生まれたチチグスタフ・ローベルト・パーレンは真空瓶、真空掃除機などの真空装置や気流式加熱装置などを発明した大実業家で著名な美術品収集家でもあった。現在ベルリン国立美術館所蔵のティツヤーノやルーカス・クラナッハの絵画などは パーレン野球書像の作品である。彼は、ポーランド系ユダヤ人とスペイン系ユダヤ人の血筋を、ヒクがウィーンに移り住んだ後、1900年にプロテスタントに改修。同時に、ポラックからパーレンに改正した。ウィーン分離派の建築家、オットーバーグナーが設計し、1898年から99年にかけて建設された集合住宅に居住し、 ドイツ生まれの女優のクロティルド・エミリー・グンケルと結婚。4人の息子を設けた。ボルフガングは長子である。父・グスタフは、シュタヤー・マルク・シュー・グラーツーム・ゲーブング軍、ハーゼルスドルフ・トベルバートに、豪勢な保養施設、トベルバートを開設した。ここは、作曲家、グスタフ・マーラー、作家、画家のフリッツ・フォン・ヘルツマノブスキ・ヨルランド、美術評論家、 小説家のユリウス・マイヤー・グラーフェ、イーダツ・バイクラの芸術家が集まる場となり、また、アルマ・マーラーはパーレンを介して建築家、バルター・グロピウスに出会ったとされる。ボルフガングはこの地に、しばしば滞在し、とりわけ、マイヤー・グラーフェから大きな影響を受けた。また、この後、ショーペンハウアーやニーチェの思想、ドイツ・ロマン主義、 マックス・ベルトハイマーのゲシュタルト森林学、インドのベーダからも影響を受けることになる。父グスタフがオーストリア・シュタイアー・マルク州に開設した雇用施設、トベルバート・パーレン一家は1912年にベルリンに越し、ついでポーランドのジャガンの古城を購入して修復し、ここに移り住んだ。ボルフガングは、この古城で、ある夜、夢とも現実ともつかない幻想的な光景を、 目の当たりにしたことが、後のシュルレアリスムの絵画、とりわけ、知覚される世界と象徴的な世界がはかちがたい彼の絵画に影響したと語っている。ボルフガングは、ジャガンの学校に通う傍ら、家庭で個人教育を受けた。教師は、教会のオルガニストでもあり、彼の影響で、ヨハンゼバスティアンバッハに傾倒した。1913年から1934年まで、 パーレに一家が住んだ、ポーランドのジャガンの古城1919 19年に、一家はローマに越した。ジャニコロの丘に、商社な館を構え、多くの客を迎え入れた。ボルフガングが最初に支持したベルリン分離派の家家、レオフォン・ケイニヒも、その一人であった。また、考古学者で当時バラッコ美術館の館長であった、ルートビヒ・ポラックに出会ったのもこの時であり。 ポラックを通じて古代ギリシアローマの美術を学んだ。1923年に一人でベルリンに戻り、ベルリン芸術アカデミーを受験したが、不合格。生涯にわたって交流を重ねることになる、スイス生まれの写真家、音楽家、美術品収集家、エヴァ・スルザーに出会った。パリ14区のアトリエのパーレン1925年に、ベルリン分離派展に出品。 さらに美学を学んだ後に徒仏。翌年にかけてパリ及び南フツカシスで学び、英国の画家、美術品収集家、美術評論家、ローランド・ペンローズと彼の妻で、造形作家のバランティーヌ・ペンローズ、オスマン帝国出身の画家ジャンバルダ、フランスの画家ジョルジュ・ブラックラに出会った。ミュンヘンのハンス・ホフマン美術学校に学んだ後、1928年にサントロッペを訪れ、 フランスに定住する決意をした。1928年は映画を誇ったパーレン家が衰退の兆しを見せ始めた年であった。弟ハンス・ペーターがベルリンの精神病院で死去し、両親は離婚。父グスタフは翌1929年のウォール街大暴落の影響を受けて財産を失った。さらにもう一人の弟ライナーが拳銃自殺を図り、 ベルリンの病院に搬送された。事件を目撃したボルフガングは治療に付き添ったが、ライナーはこの後1933年に失踪し、1942年にチェコスロバキアの精神病院で死去した。1929年にパリに定住し、短期間だがフェルナンレジェに支持した。1933年、中小彫刻家、画家のオーギュスト・エルバン、 ジョルジュ・バントン・ゲルロー、ジャン・エリオンらが、テオ・ハンデュースブルフの協力を得て1931年2月15日に結成したアプストラクシオン・クレアシオンのグループに参加した。抽象化によって不可視の世界を表現しようとする、このグループには、カンディンスキー、モンドリアン、ジャン・アルプ、モホリノ・ジラース・ロー、クルト・シュビッタース、そして岡本太郎も、 パーレンと同じ1933年に参加したが、パーレンは1935年にエリオン、アルプと共に大会した。禁じられた国1936から1937年1934年にフランスの詩人、画家のアリスラオンと結婚。同年、パリで最初の個展を開き、ペンローズに再会。彼を介して、シュルリアリスムの詩人ポール・エリュアールに出会った。 翌35年の夏には、詩人、小説家のリーズ・ドゥ・アルムのサロンで、アンドレ・ブルトンに出会い、ブルトンとペンローズの勧めで、1936年に、ロンドンで開催された国際シュルレアリスム展に参加するほか、ピエール・ガローで個展を開き、シャルル・ラットン・ガローで行われた、シュルレアリスム・オブジェ展にも出品した。国際シュルレアリスム展には、最初のフィマージュの作品を出品した。 カーレンが考案したフュマージュは、濡れたキャンバスの表面を、ろうそくの煙でいぶして、黒い跡をつける技法では、タバコを吸う、いぶすのい、幻影、亡霊、夢などを表現するシュルレアリスムの自動記述を絵画に応用したものとして、サルバドールダリの秋のカニバリズムでも、フュマージュと思われる技法が用いられている。同年に制作し始め、翌年に完成させた代表作、 禁じられた国について、パーレン研究者のアンドレアス・ノイフェルトは、フューマージュの技法を取り入れた最初の大規模な作品であり、また、妻、アリス・ラオンとピカソの関係を知ったパーレンが、うつ状態に陥り、これを芸術に昇華させた作品であると説明している。関節のある雲2、偉人たち1937年1938年に、ブルトンとエルアールによって、パリパック、 フォーブール、サントノレ通りのジョルジュ・ウィルデンシュタイン・ガローで開催された国際シュルレアリスム展では、マルセル・デュシャン、サルバ・ドール・ダーリ、マンレイと共に企画に参加し、草や木の葉、泥などを使って、入り口、主展示室のインスタレーション、水と、茂みを制作した。さらに、スポンジに包まれた傘、関節のある雲などのオブジェ、代表作、トーテムのような風景などの絵画を発表した。 ジョルジョゲキリコ、マックス・エルンスと、パウル・クレイ、アンドレ・マッソン、ジョアン・ミロ、ピエール・ロアラも出品したこの展覧会は、国際シュルレアリスム兼のうちで最も重要なものであり、パーレンが運動に参加して、わずか2年弱であったことを考慮すれば、この展覧会における彼の著しい許容には留意される。また、前衛芸術雑誌、 ミノトールにも1936年6月から1939年5月の最終号まで継続的に作品を掲載した。アルベール・スキラを発行人、テリアードを美術士官として1933年6月に創刊された同志は、1937年の第10号からブルトン、LR、デューシャンらが編集委員として参加し、事実上、 シュルレアリスムの雑誌となり、とりわけ、ハンス・ベルメール、ポール・デル・ボー、ロベルト・マッタ、アルベルト・ジャコメッティラの活動の場であった。上記のほか、ファタ・アラスカ、近郊、偉人たち、磁気嵐、恐怖に硬直した風景、太陽黒点などのパーレンのシュルレアリスムの代表作は、ほとんど1937年と38年の2年間に集中的に制作、発表されている。 サンアンヘルのパーレンのアトリエ第二次世界大戦が勃発する前年の1938年、ブルトンが欧州文化の下毒剤を求めて、シルレアルな国、メキシコを訪れ、前年にメキシコに亡命したトロツキーと共に、独立革命芸術のためにと題する声明を起草し、独立革命芸術国際連盟を結成した。パーレンも、また、翌1939年に、 ニューヨークを訪れ、米国でシュルレアリスムを紹介したジュリアン・レビィに出会い、米国を旅した後、秋にメキシコ美術画廊で開催される国際、シュルレアリスム展の準備のためにメキシコシティに向かった。ここで、フリーダ・カーロに会い、彼女の招きに応じてこの地に滞在する決意をした。DNY 市総監号、DNY 市第4から5号環境の変化に応じて、 パーレンの作品世界も変化し、以後、彼は、バーネット・ニューマン、ジャクソン・ポロック、ロバート・マザウェル、マーク・ロスコラと共に、米国の抽象界が、特に抽象表現主義の発展において、重要な役割を果たすことになる。また、アメリカ先住民の文化、量子論、及び、マルクス主義の影響を受けた、芸術理論を展開し、発表の場として1942年に、 芸術雑誌 DNY を創刊した。DNY の語源はギリシャ語の可能な限りである。本誌はメキシコシティだけでなくニューヨーク、パリ、ロンドンでも配布された。創刊号に掲載されたパーレンのシュルレアリスムよサラバと題する記事は第二次大戦したニューヨークに亡命していたブルトン、デューシャン、エルンストラフランスのシュルレアリストに衝撃を与えた。 パーレンは、シルレアリスムを、未来思考がなく、既存の精神状態や悪夢を映し出すだけの鏡の、ような装置であり、袋工事であると批判したのである。DNYC の編集には、マザウェルのほか、画家、ミゲル・コバルビアス、詩人セサル・モロ、小説家ヘンリー・ミラー、アナイス・ニン、画家ゴードン・ウォンスロー・フォードらが参加し、表紙には、マザウェル、ポロック、マヌエル・アルバレス・ブラボ、 アリスラオン、ロベルト・マッタ、ハリー・ホルツマン、ヘンリー・ムーアラの作品が掲載された。また、内容的にも、詩、視覚芸術、人類学、哲学など多岐にわたるテーマを取り上げている。中小芸術は全て霊的である。芸術、科学、宗教は分かちがたいと主張するパーレンは、人類学者、フランツ・ボアズの影響を受けて、文化多元主義に基づく、 芸術理論を提唱し、特に、キクラデス諸島からメキシコ、太平洋岸北西部まで様々な先住民の文化、神話、儀式などを研究し、1941年以降に発表された自由な空間、宇宙での初演、未来の祖先などのシュルレアリスム時代のものとは全く異なる一連の作品に取り入れている。1943年にイサム・ノグチを介して、 ベネズエラ生まれの芸術家、ルシータ・ウルタード・デル・ソラールに出会い、46年にアリス・ラオンと離婚し、ルシータと結婚、メキシコの市民権を取得した。ルシータと共に、オルメカやマヤ文明について調査し、工芸品等を収集した。民族学的に重要なこれらの収集品の多くは、現在ニューヨークのメトロポリタン美術館に所蔵されている。年、 ルシータと共にカリフォルニア州マリングンミルバレーに移住。ここでゴードンオンスローフォード、リーマリカンとともに DNY の活動を受け継ぐ新グループダイナトンを結成し、同年及び1950年にサンフランシスコでダイナトン展を開催した。これは再び欧州のシュルレアリスムの影響を受けながら宇宙と自然の諸要素を取り入れ、 無意識の精神の超越的な力を表現しようとする試みである。だが、パーレンは、メキシコに戻って、ブルトンとの関係を回復したいと願っていた。1951年、ルシータと離婚して、メキシコに向かい、東仏。パリに3年間滞在した。滞在中は、シュルレアリスムの画家ガート、セリングマンのもとに身を寄せ、ブルトンと和解すると、夏の間は、 彼がサンシルクラポピーに購入した古い宿屋に滞在し、再びブルトンを中心とするシュルレアリスムの活動に参加した。ブルトンが創刊した媒体シュルレアリスムコミュニカシオン誌第2号ではパーレン特集が組まれ、ブルトンのほかメキシコで交友を深めたバンジャマン・ペレ、ジュリアン・グラックラが寄稿している。1954年にメキシコに戻ったパーレンは、 双極性障害など健康上の問題を抱えていたため、ゴードン・ウォンスロー、フォードといえばスルザーの支援を得て、モレロス州のテポストランで古い家を購入し、以後、亡くなるまで、ここに暮らし、フランスの作家アンドレ・ピエールド・マンディアルグやメキシコの詩人をクタビオ・パスを招いた。この時期、パーレンは、絵画だけでなく、戯曲や短編小説も執筆し、体調が悪いにもかかわらず、 精力的な活動を行った。1959年9月24日の夜、気分が優れない時に、しばしば滞在していた。デポストランの南西約100キロのところにある、タスコのホテルを出て、丘に向かった。翌日、遺体で発見された。拳銃自殺であった。去年54歳。主に公式ウェブサイトの主な作品、アートによる。 便利のリスガローの一覧参照。ただし、各サイトでの検索結果から作品数は少ないと思われる。ありがとうございます。